同じくだから、だって気にせんでええで、こっちが。こっちが、いつもの通り行くとは限らへんで。あ、分かった。うん。気ぃつけよ。
と思い入り出します。どうぞ。
お待たせしました、三軒小田島流の菊田和志と申します。それでは、一曲弾かせていただきます。よろしくお願いいたします。阿部金三郎です。よろしくお願いします。アロハです。すいません。
65点ぐらいです。ありがとうございました。飯田花です。よろしくお願いいたします。
愛知県名古屋市中村幸喜です、今年17歳になります。高校2年生です。よろしくお願いします。
大丈夫ですか。はい、静岡県浜松市よりお届けします、中村優太と申します。よろしくお願いします。
ました。
はい、それではようやく、映ったみたいで、それでは最後でございますね。汗かいております。それでは、青森県弘前市ですね、渋谷和夫がお送りします。よろしくお願いいたします。ということでございました。どうもありがとうございました。皆様こんにちは、津軽三味線の羽生操でございます。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。私おかげさまでこの通りお元気にしております。世の中自粛解除になりましたけれども、私たちの現場は自粛モード、もう絶賛続行中でございます。大変困ったことになっております。皆さんに会えなくて寂しいです。皆さんの反応を感じながら演奏するっていうのも本当に、なんていうのかな、なんかその時にしか生まれないものっていうのがありまして、それができませんけれども、今日画面越しでも皆さんに演奏を聴いていただく機会に預かって本当に感謝しております。ありがとうございます。お話しいただいて、五大民謡かなと思っていたんですが、なんかそんな気分ではございませんで、今日選曲しましたのは
しっとりしたワイハブシ、そして、もう一曲アジガサジンクを2曲続けて聴いていただきたいと思います。Thank you.
回は全国大会で優勝された皆さんにお好きな曲を弾いていただき、リレー形式でお届けしています。演奏していただきました皆さん、ありがとうございます。ご案内は小田真由紗です。よろしくお願いいたします。ご視聴の皆様、大変お待たせした上にトラブル発生で重ね重ね申し訳ございません。第4回よされプロジェクト、今回は全国大会で入賞された皆さんにお好きな曲を弾いていただき、リレー形式でお届けしています。演奏していただきました皆さん、ありがとうございます。ご案内は小田真由紗です。よろしくお願いいたします。今回もよされ基金をホームページで募集しています。募集期間は本日から1週間です。いただきました基金は、津軽三味線リレーに参加された皆さんと、琵琶湖大会で均等に 分配させていただきます。ご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは、ここで神戸のライブハウスオールウェイズさんにいらっしゃいます、琵琶湖大会の実行委員長、山口明義さんにお話を伺います。山口さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。各地の大会が中止する中で、第8回津軽三味線津軽民謡全国大会 in 琵琶湖は11月28日と29日に開催予定ですが、今の準備状況をお教えください。はい、今のところ非常に心配はしておるんですけど、東京もまたね、ああいうラッターが起きていることで、一応、11月の最終土日にやることがまず決定しております。それとこういう時期においてですね、いろんな問題もありますから、対策の一つとして動画のそれを送っていただいての審査をするということも、今回初めて新たに部門として動画部門として入れたいのが一つの状態です。新しい動画部門が新設されたということですね。そうです。それは事前に、参加者希望者が自分で動画を録画して大会事務局の方に送って、それを当日スクリーンか何かで、そうです、映し出して、それを審査員が見て審査するという形ですか。そうですね、いろんな審査の先生方とも相談したんですけどね、やっぱり現場でのその音圧とかいろんな全然違いますし、一応それは動画は動画の部門ということで分ければ分けなければまた一緒にならないし、また取り直しがどういうことを言う問題も出る場合も出てきますから、そのことをまあクリアに、あんまりすると難しい問題も出てきますから、まあ新たに動画部門ということで立ち上げたわけです。でまあそういう滋賀琵琶湖までね来てもらうのに、特に大変ですから、そういう点を、まあ、この今日のこの配信のと同時にですね、一応まあホームページも載せておりますし、また新たに文書に持って皆さんに発送させていただく予定でございます。じゃ、募集はこれからということなんですかね。現実的にはもうホームページでは書いてるんですけど、まあちょっとまだわからない方もおられますから、一応そのまま今までの開催予告と同時に、今今年まだ出してないですから、開催予告と同時に、一緒にその動画部門の申し込み書も一緒に合わせて送らせていただきます。中に内容も書いております。じゃあ詳細はホームページを見てということだと思うんですが、そうですね、はい、応募締め切り日っていうのはもう決まっていらっしゃいますか。一応9月の30日が締め切りなんです。で、それは他の部門と一緒なんですけど、あと動画の部門については10月の15日までその取っていただいて、こちらの移植する方に送っていただくと、まあ、いろんな、そういうことなんです、はい、なるほど。申し込みだけは9月30日だけど、はい、映像そのものは10月の15日15日ですね、15日までに送ってください、はい、ということですね、はいはい、詳しくはそういう移植を送らせていただきますけどね、はい、ありがとうございます、はい、いろいろと大変だと思うんですけどね、はい、今の状況で何か他に会場での工夫されていらっしゃることとかございますか。はい、もうたちまちの状態でですね、琵琶湖大会の場合大ホールが1300席、小ホールが200席、
リハーサル数200席、その他は会議数30人定員が、4つほどあるんですけど、それを、まあ、最悪そういうなれば、ノー観客、観客を入れない、まあ、もちろん選手の方々も今まで200人、300人の男でもいっぱいになりますから、それを時間を分けてね、そういうリハーサルしてもらうという感じで持っております。ということは今回は無観客で実施されるということですか？一応それは一応目処に置いております。あ、そうなんですね、うん、はい、なるほど。じゃあそれを、大会の様子はまた生ライブで配信されるとか？それはもちろんそうですね、はい、はい、ですね。あ、じゃあ皆さん会場に行かなくてもご自宅で楽しめるという状況ではあるということですね。まあ、東京も、ね、いろんなパンデミックいろいろありますけどね、やっぱりそれも11月の末でどうかいうのはちょっとわからないもんですからね、まあ、ただしその時点で会館が使えなくなったら来てもらうことに対してはもちろんお振り込みいただいた審査料をお返しますんですけど、録画の動画部門についてはそのまま送っていただければそのままできますから、それはやろうと思ってます。新しい試みですね。そうなんですね、もう苦肉の策なんですね。開催するにしてもやっぱりスタッフがいつも以上に必要なんじゃないですか？そうなんです。それもね、いるとまたその密になることが心配ですからね、なるべくそういうまあ、1300席の中で、まあ、例えば選手が300人来ても分ければそんなに大丈夫ですし、あと合奏とかそんなの考えて、ね、時間を決めて練習してもらうとかいうことを考えております。ね、大変だと思いますが、そうですね、頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。最後の砦みたいもんですね、本当に。頑張ります。はい、動画による大会がもう一つ7月に開催されます。はい、10人の津軽三味線奏者によるグループベベンが主催する大会で、こちらは演奏動画を YouTube で公開し、ベベンのメンバー7人の審査に加えていいねの数に応じたポイント数が加算されるという、加算されて競うという新たな試みです。動画の募集期間は明日7月5日の午後9時までで、審査期間は7月8日午後7時から31日午後9時までです。詳細は、下記のホームページをご覧いただければと思います。出ますでしょうか。各地の大会で育てられたというベベンの皆さんが、今の状況下でなんとか津軽三味線を盛り上げたいという思いから立ち上げた大会です。よされプロジェクトも応援しております。今日は山口さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ぜひともよろしくお願いします。はい、では津軽三味線リレーに戻りたいと思います。次の奏者は大阪の上村明弘さんです。よろしくお願いします。ありがとうございました。大丈夫やね、切れてるじゃん。切れてるよ。
鹿児島からお送りしてます本田光平です。よろしくお願いします。ありがとうございます。第3回からお世話になっております。これ喋ってる声聞こえてると思うんですが、澤田響でございます。第3回に引き続きありがとうございます。今日はですね、一人の合奏、一人合奏曲をちょっとお届けしたくて、世界大会の団体戦で唯一僕ステージで弾いてない曲が1曲だけございまして、それを弾きたいと思っております。
かなり大きな音、僕が弾いた他の音がちょっと流れますので、ちょっと音量調節の方、吉名にお願いいたします。ではでは、ちょっと音出してみます。流します。
岩手県の佐藤龍河です。よろしくお願いします。
奏者の皆さんありがとうございます。最後は第2回よされプロジェクトの会場にもなりました東京の民謡酒場みどりさんから山中博さんの演奏をお届けいたしました。4回にわたってお届けしましたよされプロジェクトですが、このような形式での開催は今回で一区切りとし、一旦終了となります。ご出演いただきましたゲストの皆様、取材に応じていただきました大会関係者の皆様、基金にご協力いただきました皆様、そしてご視聴いただきました皆様、たくさんのご協力とご支援、本当にありがとうございました。また、新しい企画や形式で開催したいと思っています。皆様からの持ち込み企画なども募集いたしますので、こんな企画でやってみたい、ぜひ出演したいなど、どしどしご連絡ください。お待ちしています。また、第1回から第3回までのリターン情報につきましては、ホームページで随時更新していきますので、よろしくお願いいたします。本日は、北海道から鹿児島までの各地から14組の皆様にご登場いただきましたが、いろいろと不手際がございましたこと、お詫び申し上げます。それでは最後に山中博さんにもう一曲弾いていただきます。山中さん、よろしくお願いします。皆様、ご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いする日までどうぞお元気で。さようなら。